リビングに置いておくだけで機運が上がるアイテムもあるんです。そして逆に機運を下げてしまうアイテムもあるんですよね。さあみんなで開運するよ。願いが叶っていくのりこチャンネル始まります。さてみんなのお家のリビングはきれいに整理整頓されてますか？実はリビングは風水の中でも家庭運、健康運、愛情運といった家族や愛に関する気が流れている場所なんですね。そしてその運気は家族の機運にもつながってるんです。で、家にいる時間でリビングにいるという時間は長くてね、家族と団らんする場所でもあります。で、家族といえどもいろんな気を持った人が集う場所なので、リビングはゆったりとくつろげる環境が第一です。ゆったりとくつろげるリビングで休むっていうのは、自分を守ってくれてる機運の神様もゆっくりと休んでもらうということになって、休むことで機運がどんどん上がっていくんです。リビングをゆったりとくつろげる場所、そして元気や癒しをチャージできる場所にすれば、自分や家族の健康運、家庭運、そして機運を上げていくことができます。なので今回はリビングのこれを確認、整理整頓で機運上昇ということで、機運アップのリビングの整理整頓の仕方や、リビングにこれを置くと機運上昇のアイテム、そしてこれを置くと運気ダウンのアイテムをお伝えしますね。まずはじめに機運が急上昇するリビングの整理整頓の仕方。リビングは整理整頓や掃除をする場所が多いですよね。人が集まる場所なので、汚れや邪気もたまりやすくて、整理整頓を怠ってしまうと運気低迷になりかねないので、リビングは床、テーブル、カーテン、家電、照明、壁という順番で掃除をしていくのがおすすめです。まずね、リビングの整理整頓で大切なのは床になります。お金持ちや機運がいい人のリビングは床の面積が広いんです。で、床に本や物が散らばっているのは、物を雑に扱っているのと一緒なので、自分のことや周りの人を大切にしていないのと同じなんです。自分にも周りの人にも機運の神様はついているので、神様のことも雑に扱っていることになってしまいます。なので、あるべき場所に整理整頓して、床の面積を広く見せるのが機運上昇につながります。次に、テーブルも物が置きっぱなしになっていると運気が下がってしまうんです。テーブルはすぐに使えるように、いつもきれいに拭き掃除をしておきましょう。そしてリビングに入ってくる邪気を吸い取ってくれるのがカーテンです。で、カーテンはお洗濯することで汚れや邪気を洗い落とせることができます。きれいなカーテンは良い運気を呼んでくれる役割もあるんですよ。洗えないカーテンは掃除機で汚れを吸い取ってきれいを保ってください。そして静電気でホコリがたまりやすいのが家電製品です。情報をキャッチしてくれるアイテムでもあるテレビや電話にホコリがかぶったまま放置しておくと、悪い情報ばかりが目や耳に入りやすくなってね、運気を下げてしまいます。で、空拭きでホコリをきれいにして、テレビの裏側のホコリも掃除すると運気低迷を防ぐことができます。そしてリビングの照明は明るい方が家族運や家族の機運も上がります。照明が古い場合は新しいものに取り替えてみてください。そしてリビングの壁や天井もきれいにすることで、部屋全体が明るくなって良い運気を運んでくれます。他にも DVD があってね、その棚がバラバラにね置いてあって、見づらい時はきちんと並べて整理整頓することや、夏でも暖房器具が目立つ場所に置いてあるのは家庭運も機運も下げてしまいます。エアコンは大丈夫ですよ。で、機運が上がっていくリビングはきちんと整理整頓されていて清潔感があるのが重要なポイントです。リビング全部を一気に掃除するのは大変なので、できる箇所からちょこ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 っとね、掃除や整理整頓してみてください。また掃除や整理整頓しても、なんだかリビングがどんより暗いなと感じるときは、空気の入れ替えをしてみてください。掃除や整理整頓でも
部屋の陰の気の浄化になるんですけど、新鮮な空気を入れることでさらに浄化のパワーが強くなります。でここまでは気運を上げるためのリビングの掃除や整理整頓についてお伝えしましたけど、リビングに置いておくだけで気運が上がるアイテムもあるんです。そして逆に気運を下げてしまうアイテムもあるんですよね。でどんなものを置くと気運が上がるのかご紹介します。気運が上がるアイテム一つ目はラグマット。リビングにカーペットを敷いている方も多いのではないかなと思うんですけど、実はラグマットを敷くことで気運が上がるんです。その理由はリビングの床全面を覆ってしまうカーペットは風水でいう土の気を遮断してしまって邪気が溜まりやすくなってしまうんです。でリビングの一部に敷けるラグマットであれば邪気が溜まりにくくて土の気が足元から入ってきます。土の気を体に取り込むと足元が温まりやすくなってね、気持ちも安定するので運気が上がりやすくなるんですよ。でラグマットであればお洗濯するのも簡単なので気運アップにつながるようにぜひラグマットを敷いてみてください。そして気運が上がるアイテム2つ目は黄色やゴールドのソファーカバーかクッション。リビングに置くソファーはある程度の大きさがあってゆっくりとくつろげる布製のものを選ぶと家族仲良く暮らせるようになって家族みんなの運気も上がります。革製のソファーであれば仕事運が上がるので仕事を頑張ろうという場合は革製もおすすめです。でそのソファーに黄色やゴールドを取り入れることによって機運もぐんとアップします。ソファーカバーでなくてもクッションに黄色やゴールドを取り入れてもいいです。そして機運が上がるアイテム3つ目は鏡。姿見ぐらいの鏡は運気を上げてくれてリビングも広く見せてくれます。で西の方角に置くとさらに気運アップなんですよ。でも部屋の入り口正面とか窓の正面ねは避けた方がいいですね。位置がずらせたらずらす、もしずらせられなかったら布をつけて使う時だけ鏡を出すことがおすすめです。そして気運が上がるアイテム4つ目は観葉植物。テレビの横に観葉植物を置くと電磁波から流れてくる悪い気を吸い取ってくれるので良い運気が流れやすくなります。気運もアップしていきます。丸みのある葉っぱでパキラやガジュマルの植物はリラックス効果ももたらしてくれるのでリビングにはおすすめのアイテムです。まあ、こんな風にねリビングに置くだけで気運が上がっていくアイテムがあるのでぜひおすすめの4つを試してみてください。そしてもう一つお伝えしたいのは運気が下がるアイテムになります。まず一つ目はドライフラワー。ドライフラワーは花を乾燥させたものですが死や終わりを表しているものなんですね。でリビングに飾ると陰の気が充満してしまって家全体が広がって運気が下がってそこから気も下がってしまいます。またね枯れかけている観葉植物や生花も運気は下げてしまうので飾るのであれば元気に育っている観葉植物や生花にしましょう。そして2つ目のアイテムはリビングの四隅すべてに家具を置くです。リビングの四隅全部を家具で埋め尽くすとね気が循環しなくなって新しい気が入ってこれなくなっちゃうんです。四隅の1箇所は開けておくようにしてください。そして3つ目のアイテムは季節外れのもの。夏になってもね暖房オンリーの器具があったり冬なのに夏服があったりとか、ね、季節が合っていないものをリビングに置くと運気も気運も下がってしまいます。夏になっても暖房オンリーの、ね、器具があったり、まあ、そういうものが、まあ、季節が合っていないものをリビングに置くと運気も気運も下がってしまいます。そして4つ目の運気を下げてしまうアイテムは家族の私物。リビングは家族団らんの場所なので私物が持ち込まれることも多いですね。子供が持ってきた教科書や漫画、旦那さんの読みかけの本とか家族それぞれが好きなものを持ち寄ってくつろぐのは OK なんですよ。ただそれを放置したままだと運気が下がってしまうんですね。ちゃんと自分の部屋の本棚にしまったり
整理整頓したり、読まないものや使わない私物は思い切って処分しちゃいましょう。リビングをきれいに整理整頓して、今回お伝えした金アップのアイテムを置くことで、自分や家族の金を上昇させていくことができるんです。自分だけではなくって、一緒に住む家族の運気も金運も左右するリビングを、金運の神様がゆったりと過ごせる場所にして、金運エネルギーをチャージしていってくださいね。みんなもこれやってる、これからやるよっていう人は、ぜひこのコメント欄で教えてね。楽しみにしてます。それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。おまけ。今日はご質問とかね、ちょっとコメントをいただいてるんですけれども、それにお答えしたいと思います。お一人目、邪気払いに掃除と言われますが、掃除が苦手でできないのですが、何か良い方法はありますか？良いアドバイスがあれば教えてください。お二人目、のりこさんも片付け苦手なんて、片付けられない女の私、勝手に親近感湧いてます。ありがとうございます。まあ、こういうことを言ってる私ですけど、片付けが大の苦手な私なんですよね。本当に親近感を持ってもらえると嬉しいです。みんなよりも私ね、多分ひどいと思うんですよ。本当にうちの旦那さんやうちの家族は片付けられない姿を見ていつも笑ってますから。で、片付けが苦手、掃除が苦手っていう方も多いと思うんですよ。で、こういう場合は誰かに任せる、お掃除グッズに任せるです。いやいや、やっても楽しくないしね。よくね、金運アップ掃除って言うと楽しくできるようになったっていう方が多いんですけど、それを言ってもできないんだったらね、誰かにお任せするのがいいんですよ。うちはたまたまなんですけど、旦那様が片付けが大好きなんですよ。だから全部お任せです。だからね、苦手だったら自分でね、やろうとしないで、家族の方やね、お任せできる家族の方や、あと外注に頼んでもいいですし、お掃除ロボットなどに頼るといいです。じゃあね。